この領域の力は。ヘルダルフがいる、間違いない。ヘルダルフ、うわ、露骨に強そう。前のようにはいかないぞ。そうあってもらわねばな。どういう意味だ。行く先々に氷魔の領域があったのは偶然だとでも。全てあんたの手のひらの上、そう言いたいわけ。敵に塩を送ったつもり。軍で指揮を取っていたやつだ。今も何か企んでいるのかもしれない。駆け引きってわけ。スレイさん、油断なさらないで。ああ、こいつは謎が多すぎる。で、こいつが本当にマオテラスと結びついてんのか、どうやって確認すんの？当たってぶつかるしかないかもよ。それは危険すぎる。じゃあどうするのかしら。ヘルダルフ、答えろ。お前は。何笑ってんだ。あまりによく喋るのでな。わしは最下の剣士、貴様は同志。この両者の開口はすなわち戦い。そうであろうが。うわぁ、スレイした。来るぞ、みんな。来い、見せてみよう同志。お前という器を。蹴落されるもんか。サボンさん、終われない。新将来だ。やめるな。止め、丸は死の自立。かけろ、穴で来い。丸は死の自立。熱いぞ、体力に気を変える。あなたと意見が合うなんてね。どうだ、嬉しいか。何、このまま戦えばわしを撃てる、そう感じているだろう。それこそがお前たちの望みであろうが。何なんだお前。わしにはそれがただの欲望に見えるぞ。溺れるか、その甘美な泉に。ライラ、決着をつける。どうしたの、スレイさん。このまま決着をつけることが後悔のないスレイさんの答えなんですの。そうね、今の私たちの目的はこのヒゲ猫と戦うことだけだったかしら。最下の剣士を鎮めることが同志の使命。何も間違ってはおらん。やれるもんならやってみろって挑発してるのか。違う。何か狙ってやがるな。サイモン、ここに。邪魔者を除く。はっ、現実ですわ。中将、みんな。もう遅い。汚れの量でどれほど遮断できる。かほどに強いものですと10分程度しか。
申し訳もありません。まあ、良いわ。何をした、ヘルダル！来ますわ！おやすめいな！あ、侮って、来い、焼き付けて、ハリルクを来い、来い、ハグはエンダペニの障壁、侮って、来い、焼き切る、おゆる熱心、応援喝采、形勢が逆転したか、はあ、焼き付けて、はゆる面目、おゆる攻撃、おゆる熱心、勝利の期待から不安、焦燥、死の予感へと、スレイさん、気持ちを強く持って、この者はナイラ、やはり邪魔だ、パスは決勝、焼き切る、パスは全部応援喝采、うん、焼き切る、焼き付けて、侮っていたよ、うん、ハグは縁だけ、手を放って応援喝采、ハグ山、ボイスメイバー、ライダー、ヘルダルフはまだ答えを出せてない俺につけ込もうとしてる、そう言いたいんだろう。このままこいつと戦ってたら、もっとつけ込まれてどうにもできなくなりそうだ。スレイさん、わかりましたわ。みんなを助け、逃すものかよ。来い、行きます、行くぞ、地流レンガ団、おやすめが、とにかく弱点を攻めるしかない、ほゆるね、ほゆるね、焼き付けて、焼き付けて、パスは決闘、ハグはエンダ、パスは全国で応援喝采、奥義で吹き飛ばしてチャンスをつかむ、侮って、来い、演武両乱、侮って、焼き切る、決闘を放つ、おゆる攻撃、おゆる攻撃、パスは全国で応援喝采、おゆる攻撃、拒絶の一戦、おゆる攻撃、侮って、おゆる攻撃、決闘を放つ、パスは決闘、おゆる攻撃、来い、おゆる攻撃、パスは全国で応援喝采、来い、吐く、ハグは縁だけ、一刀を放って応援喝采、おゆる攻撃、焼き付けて、来い、一点突破、パスは全国で応援喝采、ハグ焼き切る、一刀を放って、パスは決闘、一点突破、一刀を放って応援喝采、一刀を放って、ハグ連続、おゆる攻撃、おゆる熱戦、全部熱戦、吐く、おゆる攻撃、焼き付けて、あゆる連続、一点突破、一刀を放って応援喝采、焼き切る、一度お下がりください、スレイさん、抗うな、いやだ、絶対に諦めない、抗うこと、そのいびつさに気づくがよい、サイモン、重視を解け、はっ、何を、抗ったとてどうにもならぬことを受け入れよう、同志、やめろ、なめんなってのね、ライラ、ボエスメイバー、
勢逆転かな。撃つのか、天族であるそのものを。私の仕事は殺すこと、覚えといて。サイモン、ギャイの罠に。もはやロウするのは無駄だな。同志スレイ、わしに下れ。共に世界を元の姿に戻そうではないか。最下の天使と共に行く先などただ汚れあるのみ。そんなこと、それの何がおかしい。何もせずとも汚れは生まれ、ごく限られた浄化の力を持つ者によってのみ滅せられる。これが自然なことだとでも言うのか。正魔は人も天族も傷つける存在です。だから汚れに抗うことが自然だと。少子な、同志スレイ、もう一度言う。わしに下れ。人々に恩恵を与えるために汚れに抗うことを課せられ、天族と称されて縛り付けられている者たちを氷魔という本来の姿に戻すのだ。断るよ。では雌雄を決するとしよう。それも断る。今はその時じゃない気がする。言うことよ。いずれその身で知ることとなろう。世界の人と天族の真の姿をな。間違いない。あいつはマオテラスとつながってんな。奴の汚れに遮断された時、気配を感じた。だがマオテラスの影も形もなかったじゃないか。もっと考えて。見えてないと思ってたのに、実はずっと見えてたとしたら。見えてるのに意識してなかったの。これ大地か。奴とつながってるものがグリーンウッド大陸を器としてるって。そう、そんな奴は一人しか考えられないってわけだ。だがそれなら。そうだとしてさ、大地を浄化するってできんの？それにヘルダルフが器になってんならわかるけどさ、大地を器としてるのがなんでヘルダルフともつながってんの？マオテラスを探そう。ヘルダルフが本当に大地を器としてる氷魔となってしまったマオテラスとつながってるとしたら、マオテラス自身を浄化しない限りヘルダルフを沈めることなんてできない。だがこれまでの旅路データマオテラス伝承にも所在を示すものなんかなかったぞ。メービンさんを探しましょう。メービンおじさん？そうか、彼もマオテラス伝承を追って旅を続けているんだったら、何かマオテラスの手がかりを得てるかも。けどおじさん、どうやって見つけようか。私に心当たりがありますわ。ローグリンの遺跡を守る方々に会いましょう。ローグリン、確かザフゴット原野にある遺跡だな。ええ、決まったわね。じゃあ行くわよミボ。分かったからつつかないでくれ。いいのかねこれで。信じます。これは賭けですわ。
つ。なんで？ロセさん、もしかしてかの者にやられた怪我が？あ、それは平気。みっともないよね。人質取ったのにやられるなんて。いえ、恐るべきは迷いなく攻撃したかの者です。そしてサイモンだよな。はい。あいつの幻覚、何でもありだもんね。確かに彼女の幻覚能力は普通ではありません。でももっと異常なことがあります。あいつが汚れてないこと？そう、つまり純粋に信じているのです、かの者の理想を、心から。なんで信じられるわけ？あいつ撃たれたのに笑ってた。なんでそこまで？それは彼女にしかわからないことでしょう。だがサイモンが天族のままヘルの野郎に従ってるのは幻覚じゃない。わかった。ヤバいのはサイモンの純粋さなんだね。皮肉だがな。うん。これで仕上げだ。味見してないけど、きっと大丈夫。
こんなとこまで登ってきてる。下がれロゼ、氷魔だ。あ、何言ってんの。何じゃない、その赤いやつから離れろ。いやいや、これただのカニだから。ただのじゃない、足が8本もあるぞ。それがカニよ。そのハサミは凶器だろう。それがカニですわ。けど甲羅もトゲトゲだし、泡を吹いて小型のやつもたくさんいて 100% カニだ。マジで。マジで、普通に海にいる生き物、しかも美味しい。こんな生き物が普通だとは。海って怖いな。変なの、どうでもいいことはいっぱい知ってるのに。山育ちだから海の知識がないのですね。総力手になるか。赤はよく、いないぞ。育ちすぎじゃないか。攻撃にもならない、実に弱そうだ。前衛と後衛に分かれて対処だ。結構レイズ、修羅場をくぐってきたね。瞬撃かけろ。何だ、一撃一撃無双。さあ巻き込み突き入れ。いやいや、無理しないで過信障害。ハグは円だ、パーツは剣を、パーツは決闘。前衛のトリッキーな動きに注意です。焼き尽くせ。今に頼む。とっと超火リーフを展開する敵がいますわ。焼き切り、焼き付けて燃ゆる煉獄、燃ゆる攻撃、燃ゆる熱戦、燃ゆる煉獄、新規解放。一度お下がりください。サポートお願い。ロゼ下がって。燃ゆる熱戦、燃ゆる煉獄、応援一戦。まだいるぞ。一点突破、燃ゆる熱戦。全てを受け。一点突破、狙い撃つ。燃ゆる攻撃、焼き付けて。将来我が剣は金、赤き豪華に介護せよ。グランドレイブ大丈夫か。みんな強衛陣、ハグは円だ。燃ゆる熱戦、油断できない相手だったな。
おやつ作りを俺にさせるかね。氷馬がいるなんて巨体そのものも脅威だ。行こうか。ガラスは飛べないけど、くちばしは危険。飛べないけど飛べないことになる。絶対召喚レイストーム、おかぬはお待ちです。魔剣剣レイストームレイストームわけ死ねぞ。残りは今のは聞いたらかけろ。ほれ早急のチャンネル。レインボーパウダースノー、油断できない相手だったな。
たっちゃったな、ロゼの勘。まだだよ、予感続行中。わかった、油断するなよ、みんな。甘く見ちゃダメだよ。やっぱりメデューサか。このものは捨てんの、同族の昭和ですわ。どっちにしろ石化には注意なんだね。石化を防ぐ手段は限られています。防止できる装備がないならおとなしく防御。ゲスメガライラ、無色昭和の耐性属性に気をつけてください。引き裂いてくれる。燃ゆるゴールに消滅の一戦、新規開発ラストに引き裂いてくれ。大丈夫、ベニの勝利。ゲスメガモユルゲス、白鳥のユーザーモユル攻撃か。説明してあるわけないやること。引き裂いてくれる。モユルゲス引き裂いてくれる。引き裂いてくれる。焼き尽くせ。あとはヒット。成長激裂いてくれる。の決心よ。ゲスメガ、スレイヤー一度お下がりください。ローゼのためだけど、やっとに挑戦する。それとやばいか、圧力進出を上げる。コンセントレート、無理しまない。焼き尽くせ。果てぬ回路、引き裂いてくれる。
保有熱源。スレイリ負けない。違う、ゲスメガ心象だ。焼き切る。止め、熱源熱源。カラリリーフレア。こいつを食らう。何だけ燃えるコミ。信じたのに、すべてを捨てたなのに、なぜ？スレイ、浄化を。なぜあんな女に。しまった。迷ってんならやめときな。帰り討ちに会うのがオチだ。スレイ、済んだことは仕方ない。村を調べてみよう。ええ、無事な人がいるかもしれませんし。何があったんだ。亡くなったってことじゃないかな。家族が多分ね。しかも次々と、ほぼ全員。偶然とは思えないね。殺されたってこと。スレイ、通気橋のこと思い出してたっしょ。一瞬だけ。迷っちゃうならどっかの宿で待ってれば。私片付けとくし。何言ってんだ、ロゼだけじゃ浄化できないだろ。けどやれる。そんなの。スレイ、迷ってたらその隙につけ込まれちゃう。ザビーダも言ってるでしょ、敵を気遣ったせいで仲間が傷つくなんて絶対嫌。つまり俺は邪魔だっていうのか。そう。待ってくれロゼ、スレイは。ミクリオさん、ここはもう迷わないから。別に迷うなって言ってんじゃないけど、やるってんならしっかりやろ。ああ。なんだよ、気を使った僕がバカみたいじゃないか。そんなことはありませんわ。みたいじゃないってことよね。違うだろ。違いますよ。
おお、オアシス、命の泉、お前は荒れ地に生まれた女神。なんだそのテンションは。水の天族ならわかるだろう、三雲。この水のありがたさが。わかるな、それほどでは。いいんだぜライラ、火の天族のほてった体を投げ入れちゃっても。遠慮しますわ、清らかな泉ですが。じゃあエドナちゃん、地の天族を代表して一緒に飛び込もうぜ、最高の大地の恵みに。空気読めないのね、風の天族のくせに。今の地味にグサッときた。涙を拭きなさい、この命の泉で。そうするわ。みんな準備いいか。かけろ。空を断ち切る。次回乱闘。瞬時に空を断ち切る。瞬時に空を断ち切る。隔離と圧力緊張するなよ。行くぞ。ガードを使え。空を断ち切る。次回まで。おとなしく眠ってくれ。着
行くぞ。ソーラーを助ける。ジャスティン、ジャスティン、ケチラス、ソーラーを助ける。吸収モード、ケチラス、続けていくぞ。アベンジャーズ瞬撃、圧力緊張するなよ。カードスクレイ瞬時連撃、吸収モードが噛みつくよ。アベンジャーズ続けていくぞ。百人ランク戦、リバイド封じ、ストライク、さっさと行っちゃおうか。見えぬ幽の先、翼よ切り刻め。見えぬ幽の先、翼よ切り刻め。幽の先、突きて接近。見えぬ幻影、マイクラム、果てぬ方、果てぬ影を。見えぬ幻影、一瞬翼よ切り刻め。一瞬翼よ切り刻め。指示前行、吸収モード、畳みかけろ。続けていくぞ。あきさだれ、おとなしく眠ってくれ。さあ、いずこもし、瞬人旋風ゴーレン、コガハマン、ホライゾンスター、剣の際、紫龍レンガマン、おとなしく眠ってくれ。隔離脱力緊張するな。紫龍レンガマン、瞬人連撃、幻影奏霊蹂躙、驚く剣の際、獅子前行、一刀両断、隔離脱力緊張するな。みんなガードスライク、次回乱そう。はっ、いずこも地流レンガマン、絶対緊張するなよ。はっ、ケチラス、逃がさない。吸収モード、ダンクーテン、アスキは沈まれ。はっ、ケチラス、ダンクーテン、アスキは沈まれ。ケチラス、逃がさない。アスタドレ、ソーラを助ける。よし、ゴーレス、行くぞ。ダンクーテン、まだいるぞ。行くぞ、地に畳みかけろ。ソーラを断ち切る。ケチラ、おとなしく眠ってくれ。あっさだれ、ケチラ、瞬撃、熱波旋風陣。はっ、まだいるぞ、まだいるぞ。トゥ、ソーラを断ち切る。瞬間旋風ゴーレン、来なよ。はっ、ホライゾンの際、続けていくぞ。リミレット、ダンクーテン、早く行ってくれ。さあ、行くね。行くよ。はっ、コガハマン、空想を走ろう。ケチラ、逃がさない。はっ、はっ、剣の際、地流レンガマン、幻影奏霊蹂躙、かまい。剣の際、地流レンガマン、天狼波、ふっかれ。百人熱波攻撃、ケチラ、10連獄、獅子前行。トゥ、大丈夫か、みんな。よ、隔離脱力緊張するなよ。セガードスライク、はっ、行くぞ、獅子前行、ふっかれ。瞬人戦、ケチラ、さあ、剣の際、大丈夫か、みんな。少し苦戦中だ。トゥ、コガハマン、終わらせる。次を吠えろ、大人工場だ。おとなしく眠ってくれ。まだいるぞ。瞬撃、ふっかれ。おっと、はっ、行くぞ、逃がさない。獅子前行、コンセントレート。トゥ、行くぞ、ふっかれ。さあ、ケチラ、逃がさない。ふっかれ、上がれ。さあ、水の刃、ふっかれ。瞬人旋風ゴーレン、はっ、さあ、行くぞ、瞬撃、獅子前行、まだいるぞ。集中だ、畳みかけろ。瞬撃、獅子前行、噛みつくよ。アベンジャー、行くぞ、瞬撃、ソーラーを断ち切る。ウィンドラン、幻影奏霊蹂躙、踊ろうか。鈴木、畳みかけろ。ダンクーやるじゃん。さあ、ケチラス、集中だ、ケチラス、瞬撃。さあ、水帽子、うなえばらいだ。瞬人旋風ゴーレン、剣の際、続けていくぞ。ホライゾンのみんな、カレイ、瞬撃。はっ、よし、ダンクーテン、シュート。はっ、剣ならいるぞ。
やれやれ、幻影装置。蹂躙、踊ろうか。ビジュゲイ、ケチラ、次回見出せ。これどうだ。空想さあ、行くぞ。進撃、あっただれ。力集中上がってきた。サポートお願い。コンセントレート。さあ、剣の際、変速の点警戒、サクサク行こう。ケチラ、待ちきれ。炎よ、燃え上がれ。ガキモン、コンセントレート。はっ、続けていくぞ。冷気をくらげろ。次回見出せ。ケチラ、襲撃、一刀両断。さあ、ケチラ、そこだ、そこだ。アドルジャー、ケチラ、おとなしく眠ってくれ。春人剣、サポートお願い、行くぞ。はっ、水の刃、襲撃、これでどうだ。今のは効いた。ケチラ、死流連絡で。そうだ。さあ、ケチラ。さあ、大丈夫か、みんな。さあ、逃がさない。はあ、まだいるぞ。焦がそうよ。おっと、死流連行。神だ。行くぞ。うわ、空想を走ろう。ウィンドだ。少し。強いな。本当に必要な強さってな、常に足りないもんさ。はあ、手強くなってるよね、兵馬たち。そもそも強い兵馬を生むための場所だしな。ライラ、汚れのるつぼ全部でいくつあるんだ。確認されただけで7つ。おそらくまだ未発見のものも。全部孤独全開？わかりません。五宝天族ゴーフー様が封じているはずなのですが。
ゴーフー、五大神早日野に直属する野郎だった。そいつはもうヘルダルフに倒されたと見るべきだろうな。ですね。やられただけならいい。だが汚れのルツボに落とされてたらドラゴンになったかもって話だが、ヘルの野郎だろうな。
なんだこりゃ。ちまちました作業はイライラする。サボテンに花が。そりゃ植物だし珍しいかな。ちょっとね、トゲの印象しかなかったし。美しい花にはトゲがあるっていうじゃない。それってバラ目線の話よね。バラ目線？トゲがあるのはバラくらいなのに、美しい花を代表してことわざにするなんて、一言で言えば傲慢。きっとバラ派の陰謀よ。なるほど。じゃあサボテン目線だと、鋭いトゲにも花がある。やった、ハモった。屈辱ね。
およ、完成したぞ。味見してないけど、きっと大丈夫。おやつ作り完了だ。